はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回はね、ウイスキー久々です。とうとう発売されました、ブラックニッカの、ディープブレンド、アルコール度数 45% のね、強めの、アルコール度数と。で、瓶が普通の若干透明な瓶か。シンダルの、ウッディーな香りとモルトのふくよかな香り、深く滑らかなコク、豊かで伸びのある甘い味わい、心地よいピートの香りとビターな、樽の余韻が続きます。アルコール度数、45% で、しっかりとした飲み応えがありながら、まろやかで飲みやすいウイスキーです。容量が 700ml。原材料がモルトとグレーン。となってます。これ確かに値段が1200円だったかな。1200円に税が入って1300円とこか。うん。でですね、これついてきました。ブラックニッカのディープブレンドの、コルクコースター。でですね、あと、富士山6、最近ね、昨日買ったんですけど、これと一緒にね。富士山6の、じゃん。オリジナル、このね、グラス。ロックグラスなんですけど、ここがほら、そこが、富士山型にこう、くり抜かれてて、こう、綺麗に、富士山っぽく見えるみたいな。ね、グラス。これ欲しかった。よし。コルクグラス。コルクグラスね。コルク。よし。それではね、ディープブレンド。どうでしょうか？美味しいかな？まあ、でも、ね、ブラックニッカ、ニッカウイスキーもとうとうね、もう終わりでしょうか？ね、終売と、いうことでね、かなりね、10倍が続くようなんで、個人的にはちょっともうあまり買うことはないんではないかなと思います。それじゃあ乾杯。うわっ、久々にウイスキーストレート飲んだ。うわ久々にちょっと度数高い。うわ、喉いった。てか、そういえば、最近、俺なんか喉の調子がおかしいんですよ。うん。スモーキー。うん。程よくスモーキー。ブラックニッカ8年みたいな。そんぐらいのスモーキーさでしょうか。うん。プラス結構辛い。刺激がね、45度にしては結構強い気がする。うん、口当たりが結構トゲトゲしい。荒々しいといったところか。ブラックニッカリッチブレンドみたいな、シェリーっぽい香りもするね。うん。うん。うん、まあ。うん、結構なんかシェリーの甘さとか香りっていうのが、
すごいするんだけど。多分シェリーっぽいよね。ブラックニッカ。なんかシェリーっぽいわ。香りが。まあ、リッチブレンドに比べると、てか、ぶっちゃけた話、リッチブレンドと値段ほぼ変わんねえんだけど、リッチブレンドの方がはるかに、買わない方がいい。絶対、こっちの方が美味しいですね。リッチブレンドよりか、絶対こっちの方が美味しい。ディープブレンドの方が、うまい。ぶっちゃけリッチブレンドは薄い。感じはする。ジャパニーズウイスキーが多くの人を魅了している今、ブラックニッカーが世に放つ新たな提案。ブラックニッカー史上最も濃厚な深みのある味わいのブレンドと、キーモルトである、シンダル熟成の原酒だけが持つウッディな香り、樽の香りが、濃く立ち込め、厚みと深みのある濃密な味わいが溶け合いながら広がる。心地よく続くピートと樽の余韻。深く染み渡るようなアルコール度数、45度の飲み応え。テイスティングノートが、香りが濃純でウッディなシンダルの香りと、バニラを思わせる柔らかな甘さ。味わいが、樽の深いコクと、モルトの、豊かで伸びのある甘い味わい。余韻が心地よいピート香とビターな、樽の余韻。いや、結構スモーキーさがあるんで、ブラックニッカ8年が今度終売ですからね。まあ、ブラックニッカ8年。に、まあ、変わる。といえば変わるんですけど、ブラックニッカ8年の方がやっぱり美味しいとは思うんだけど。ちょっと度数が高くて、まあ、ブラックニッカの度数が高くて辛いバージョンみたいな感じはするね。個人的にあんまり度数高すぎると、ストレートとかでちょっとまともに飲めないんで、辛いの、辛すぎてね、しかも。辛い。ものすごく辛い。辛いっていうか痛い。舌が痛い。まあ、まあ、うん。それなりに美味しいですね。値段もまあ1200円。まあ安めなんで。これではまあ、これだったらまあ、割といいんじゃないですかね。まあ、リッチブレンド以上には美味しいとは思うんで。コスパは高いと思いますけど。うん。リッチブレンドははっきり言ったスモーキーさが全くなかったんですけど、こっちは全然スモーキーな味が、俺が好きなんでね、スモーキーなの。この価格帯ではかなりスモーキーさが感じられるんで。まあ、いいと思いますよ。うん。ただ、強いて言うならば、別に度数45度にしなくて、なんとかなったんじゃないか。40度ぐらいにしてさ。まあ、それだとあれなのかな。
ちょっと度数が高くて、あれですね、きついですね、味が。まあ、仕方ないか、うん。仕方ないといえば仕方ないでしょうか。まあ、度数が高いこと以外は、うん、まあ、普通の40度でこの味が出してもらえればね、よかったんですけど。うん。まあ、ブラックニッカ8年と、なんだ。ブラックニッカの、リッチブレンドを足して2で割ったような味わいといったところでしょうか。うん。まあ、それに加えて、度数が高いと。うん、いうぐらいかな。うん。まあ、うん。ブラックニッカリッチブレンドよりかは全然美味しい。おすすめできます。うん。香りも結構、うん。いい。シェリーの。シェリーダルの。なのかわかんないけど。樽の香りがね、結構。しますし。うん。まあまあまあ。まあ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 、いいんじゃないですか。って感じですかね。久々にちょっと、度数高めのウイスキー飲んだな。コク、甘み、香り。こんなもんでしょ。4344です。ご視聴ありがとうございました。